神社は、ウガンダ南東部の都市。エールをウガンダ時代の1907年にブソガの南西部に建設された。ビクトリア湖から、白ナイル川が流れ出す地点の東岸にあり、西にナイル川源流店とナイル川源流庭園とスピーク記念碑がある。カンパラの東北東約87キロメートルで、ブシアやトロロとのほぼ中間に位置する。対岸は、ウガンダの向こうのケンジェル、 東にカキラ、北にナブレサ、北西にブドンドと接し、南はナポレオン湾に面する。1862年7月28日にジョン・ハニング・スピークがリポン滝と名付けた場所は岩場の意味でいずれもバントゥー系のガンダ族がエジンジャ、ソガ族がディンダと呼んでいた。これを参考にガンダ族にブソガを征服させ、1894年に ウガンダを保護領下したイギリス人は新たに建設する町を神社と名付けた。神社の重要性はキスムがウガンダ鉄道と結ばれたことで高められた。ブッソガには綿花や砂糖の農園が開かれた。1806年には道路計画が立てられ、1910年頃にはインド商人が退去してやってきた。インド人はゴア州出身で英語を話すカトリック教徒の者が、 多かった。神社とキスム及びカンパラ南港のポートベルはフェリーで結ばれた。1923年にはウガンダ鉄道は神社まで延伸された。1928年にブリティッシュアメリカンタバコが進出し、タバコ通りも整備された。神社橋1931年までにリボン滝と応援滝の間に2階が鉄道で1階が、 その他の2階建ての鉄橋が架けられ、1月14日に開通した。これにより、ウガンダ鉄道はカンパラまで延伸された。この頃のウガンダの貿易相手は、インド、イギリス本国に次いで、日本が大きく、日本の宝石、繊維業者が神社にも進出していた。応援滝ダムの建設、応援滝ダムの建設リポンダキを形成していた自然の、 岩関は1954年に完成された、応援滝ダムの建設のために爆破され、皆そこに沈められた。この頃に、マンチェスターのキャリコプリンターズも神社に進出し、ウガンダ開発会社と合弁で、ニティルブランドの製品がウガンダやケニアで販売され、1973年の従業員は3、00人を数えた。銀貨のデザインのものがよく知られている。 インド人及び日本企業はイディアミン政権時の1972年に追放された。当時イディアミンに処刑され、ビクトリア湖に遺棄された死体がナルバーレダムに流れ着いたという。周囲は農業地帯であるが、製紙、比較、製粉、ビール醸造などが行われている。2005年まではブリティッシュアメリカンタバコの工場も営業していた。ありがとうございます。